ておめでとうございます。乾杯。会社でレベルアップをやっぱり果たしたいなというふうにまあ考えて、経営とかに関わる知識とかをこう得たいなと思ったのがまあきっかけと、あとまあ会社が5時から暇なのでそういった時間を使ってですね、自己の研鑽にしようかなと思いまして始めました。すごい多年度受験生で、今回7度目の2次の試験を受ける感じだったんですけど、過去に受かった友人たちからレックの問題はいいよというふうに聞いてましたので、わらにもすがる思いで門を叩いたという形になります。後藤先生のですね、熱い指導がありまして、他の方々の作文をコピーとかで配って見せてもらったりすることで、その自分の答案というものを客観的に見ることができたのと、個別にここはこうだよっていうふうに具体的に指導していただいたっていうのがすごく大きかったと思います。1時から指導してないんですけれども、短い期間だったんだけどね。でも最初に答案見た時にすごい筋がいいの、ただ字が読めなかったの。字をしっかり書きなさい、教えたのこれだけ。でも本当にその他に何か知らないけど、丁寧にちゃんと書くようになったね。ちょっと雑なところもあったんだけどね、字だけじゃなくて、まあ、そういうところが今まであった実力をぐんと上に上げて、まあ、大体後半になったらもう通るなと思ってましたんですけどね。この試験はまあ一次試験が受かれば、何度も挑戦していればいずれは受かるような試験だと思っていますので、ただ合格に至るまでのプロセスっていうのは人によってそれぞれ違うかと思いますので、いろいろ試行錯誤したり悩んだりしながら過程を楽しんで頑張っていただければと思います。本日は合格おめでとうございます。ありがとうございます。スキルアップというのが一番にございます。会社としてジョブローテーションでいろいろな部署を経験する中で、さらに経営全般に関する知識を身につけたくて受けようと思いました。セミナーを受けた時にレックさんのセミナーが、やはり何か本質をついている、そんな印象を直感ではありますけれども受けました。レックの講義はどうでした？講義の後の質問に先生が親身に答えていただけたということです。ちょっと私がなかなか理解しづらかったところを結構何回も質問したんですけれども、毎回本当丁寧に分かりやすく私が理解するまで教えていただけまして、そこがかなり理解につながりましたし、良かったと思います。経営の戦略を中心として、そこから考えていくという、その本質字の考え方、これが大変勉強になりまして、本番でもそれだけを意識してやることで合格できましたので、本当はありがとうございました。私の道場とか講師がやってる道場とかにもご参加をいただいたりとか、あとは普段の教室の講座の方にもご参加をいただいていて、すごく積極的にこう質問もしていただいていく方だったので、私もすごく覚えていて、でそのなんていうんですかね、すごく素直に一つ一つのアドバイスを受け止めていただいて、で次の回答にはすごくこう反映してきたので、個人的にはちょっと9月の半ばぐらいですかねの時には今年ちょっと厳しいかなっていうのを正直思っていました。多分そこからのご自身の素直に吸収する力と、あとご自身の努力の中ですごく短期間で実力をアップしてきたっていうところがあると思いますので、皆さん今ご不安な方もいらっしゃると思うんですけれども、レックの講座はですね、こう短期間でも力が上げられるというところをですね、一つこうポイントにしておりますので、そのあたりはうまくこう使っていただけたらなと思います。レックのやり方を信じてやっていただければ合格できると思ってます。少なくとも私はできましたので、今後の皆様につきましてもレックを信じてやっていただければ合格につながると思います。中小企業に転職で移動したんですけど、その時に事業承継とか中小企業ならではの問題とか、そういった部分をこう関わる上で自分なりにこうスキルが足りないなと思ってまして、その時に中小企業診断士っていう資格があるということで、中小企業に悩みとか相談に寄り添える資格だなということで受けるようになりました。私の場合9年かかって資格を取ったんですけど、何かこう変えないといけないなっていうところで、レックさんの講座を申し込んだ時に、黒川先生のこうやっていくんだよという、こう理論詰めというか、すごく自分の中で腑に落ちて、レックさんにお世話になったという形になります。
通信でも受かるっていうところなんですよね。通信の中でも2次なんかも答案を自分でスキャンしてで添付してメールで送ってきて、それに対してちゃんとまあこっちもまあ送ってきたらまあフィードバック返しますし、遠距離にいてもなんかそういうコミュニケーションが密に取れるんで、だからなかなかやっぱり大手じゃ難しいことができてよかったんじゃないかなっていうのはありますよね。9年かかりました。皆さん自分を信じて頑張れば必ず希望は叶います。希望が叶ったらそこからがまた再スタートです。一緒に頑張りましょう。会社経験結構長くて30年ぐらい勤めてきて、だいたいやることはもうやってきたかなと。でそれのまあ総決算をするという意味ではやっぱり一番いい資格じゃないかなと思ったんですね。人生100年じゃないけども何かもう一回チャレンジをしたい、その時に一番いい資格かなっていうふうに思いました。4回目なんですよ、二次試験受けたのは。なのでやっぱり毎年毎年いろんな勉強の仕方やってきて、独学やったこともあるし、他校の DVD のコースを受けたこともまあありました。まあいろいろやったんですけども、通学をしないと中小企業診断士の二次試験ってやっぱり厳しいなって、まあ、正直3回ダメだった時思いまして、いろんな学校のいろんな先生も聞いたり見たりはしたんですけど、隣にいるのでちょっと照れちゃいますけど、金城先生の分かりやすさというか、白と黒はっきりするじゃないですか。ああいう考え方をちゃんとされてる先生に通学して習いたいな、金城先生選んだっていう感じですね。彼はですね、今言ったように目的意識がはっきりされてたの でしっかり素直に私の言うことを信じてですねついてきてくれて、でディスカッションなんかでも積極的にリードしてくれて、まあ、それがやはり今回の栄冠につながったのではないかなと、はい、本当に私も心から嬉しく思ってます。総レート合格を目指していらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、それから私のように2年目3年目4年目っていう方もいらっしゃると思うんですけど、まず一つはやっぱりこう最後まで諦めない、受かるまで諦めない、諦めなければいつか受かる、まあ、当たり前かもしれないけど、でもなかなかできる人少ないと思うんです。でそれやっぱり実践してもらいたいなっていうことと、通学コースがいいと思います。特に二次試験の難しさって答えが発表されないじゃないですか。だから自分がどこを目指してやっていいかっていうのが正直わからないんですよね。金城先生もそうでしたけど、いやもうここだよってはっきり言ってくれて、これ以上いらないしここまでやればいいんだっていうのははっきりこう生で教えてもらえて、他の受験生もいて、でそういう方々とこうディスカッションできるんですね。でそうするとやっぱり自分の特徴とか癖だとか、まあいいところ悪いところいろんなものがこう客観的に分かってきて、で1年間かけてだんだん補正されていく感じが私もすごくしたんです。ぜひ諦めずにできれば通学コース通って頑張ってください。実業でコンサルタント業をやってまして、まあ、その中では資格がない中でのコンサルタント業だったので、まあ、資格をしっかり取ってみようかなというのがまあ契機ですね。卓球は独学で研修したんですけども、実務者講習というのが必要でレックを受講したので、そのままの流れでレックに、はい、講師陣だと思います。私は新宿校と池袋校と両方掛け持ちで受けてたんですけども、もう本当にそれぞれの先生方が本当に親身に指導していただいて、特に大場先生は二次試験の時には文章をずっと書いていくんですけども、まあ、その中でもう本当に自分の苦手なところを的確にアドバイスを答案の中で赤を入れていただけるので、まあ、分かっちゃいるけどそうだよねっていうところを指摘していただいたっていうのが一番良かったところだと思います。そうですね、やっぱりまあ熱心で本当にこうよく個別にね結構いろいろコミュニケーション取っていただきましたよね。その授業の前後とかで会話をして、例えばこう添削をするんですけど、その添削って字だけだからやっぱり伝わりきらないところがあるんですね。でそういう話をこう直接コミュニケーションして、ね、もっと頑張れるよとかってこういう話したりとかですね、事例用弱いよねとか言われたりとかって結構あったので、まあその中では事例用やらなきゃなっていうのがまあ結果にもつながったと思うんですけど、そういうコミュニケーションを取るということがやっぱり私がすごく重視していることであって、それがいい形でその結果に結びついてよかったなというふうには思ってます。ポイントはもう一つだけで、多分過去問をしっかりこなすことだと思います。それは一次も二次も同じことで、しっかりと過去問をやり続けるっていうのが多分合格への近道だと自分の時には感じましたので、ぜひ頑張ってください。私MBA はやったんですけれども、自分で起業しようと思って起業セミナーで行った時に中小企業診断士の活躍されている姿を見て、これだと思ったんです。それがきっかけです。
別の学校に行ってたんですけど、そこで一次のは受けたんですけどね、評判レックが良くて、二次はレックをやった方がいいっていう話を聞きまして、それでレックに来ました。私、金城先生のクラスだったんですけども、受講生を鼓舞してくれるようなところがありまして、それで奮起してやるという、そういうことで、まあ、今回の合格につながったと思ってます。レックで池袋校でぜひ合格を目指してください。今仕事でまさに中小企業の診断をする必要があるような場面っていうのがよくあるので、それに関連した知識を身につけるっていう意味で診断士を目指して取得しました。学生時代に周りに結構公認会計士が友人が多くてですね、で、まあ、そういう友人たちがまあレックに通っていたっていうのが多かったので、そういう人もいたなというのを思い出しまして、自分もレックにお世話になろうかなと思った次第です。新橋で後藤先生にお世話になってたので、模試以外に過去問自分で解いたものを添削していただいたりとか、結構個別で指導いただけたので、それは良かったかなと思います。何を信じて勉強すればいいのか分かんないっていうのはあると思うんですけど、まあ、何か一つ決めて頑張ればきっと合格できると思います。頑張ってください。それでは、皆さんの前途を祝して本締め、よー、はい、どうも。